回さっきチューリップがきれいに、もっと満開になってきたな、あの桜は。でももう夕方5時前になってしまいました。切ってきたな、だいぶ。すごい真っ白、雪みたいになってる。こんにちは、オッティです。ああ、またかぶってる、ウグイス。ちょっと静かにさせなきゃダメですよね。ああ、またさ、こんにちは、オッティです。夕方です。新年度が始まる前にチラシや案内作りが忙しいオッティです。その日々に追われ、今外に出てきました。この通り野球です。私は小学校を2年から4年まで野球をやっていました。ちょうどあれは8歳8、9、10、本当に一番スポーツが大好きな頃でしょうね。なぜか夢は甲子園、プロ野球はその次。もちろんプロにはなりたかった。まずは高校生の甲子園が憧れで、絶対に行くぞと。あの時は1983年、その頃に野球選手になりたく、掛布が好きでした。掛布今何やってんですかね。掛布のようになって、タイガースに入って、いつかホームランバッターになるぞと。WBC でこの間大谷がすごい大活躍をしましたけれども、まああのように私はなりたかった。そう、その前はイチロー、同じ年ですけれども、私はもう小学校の低学年の頃は野球漬けで、ユニフォームを本当に着た時には幸せで、藤ヶ丘といって、ここからだいたい車で10分15分ですけれども、藤ヶ丘ファイヤーズというところに入っていました。ファイヤーズに入って希望を燃やしていました。なんか話長くなってしまいましたけども、じゃあなぜサッカーになったのかというと、まあ、ここからがまたちょっと悲しい話になって、ちょうど小学校4年の終わり頃かな、あれは。学校の成績が悪すぎて、父親にそのユニフォームを返してこい、いつも土日着てましたユニフォーム、ファイヤーズに。その学校の成績、歩みが、連絡簿が、通信簿がとにかく悪、ほとんど勉強できませんでした勉強してませんでした。宿題も一度も多分やっていったことないんじゃないかな、あの時は自慢することはないんですけどね。もうひどい成績でした。学校で何をしてたのかというと、なんか女の子をいじめてました。なんか好きな子をいじめるじゃないですか。なんか机蹴ったり。一般的な少年でして。まあ、あとはなんか何か物を隠したり、上履きとかなんか違うとこ置いたり、気を引いて好きな子のことをやっぱりなんかちょっかい出してましたね。そんなことがありながらも野球少年でした。でも、ある時、父親が、私の親父がもう他界したんですけどね、3年ちょっと前に。父親、竹彦が、音彦。お前はもう野球をやめろ。お前はもうやらせない。勉強一つしないんだったらもうやらせない。ユニフォームを返してこい。その一言、悲しかったです。ユニフォームを持って監督のところに、それを私に、監督も言ってました。君のような子が辞めるのはもったいない。でもそれは家族の考え方なんだ。監督は言ってます。とても残念だ。仕方がない。また違う方向で頑張るんだよ。君はプロになるかもしれないとか言われて喜んでた時代です。この後、釣るスポーツなく、釣りしてました。近所の公園の池で、釣りです。チボソウ。もう、メダカがもうちょっとでっかくなったような、ちっちゃな小魚をこう釣って喜んでました。へぇー、釣れた、釣れた、やった、そんな状態でした。それからですよ、サッカーに出会ったのです。サッカーしかなかったんです、その時。まあ、二つ上に兄がいて、兄の影響でジャグリングやってました、兄。ここだけ。4回ぐらいしかできなかった兄、私はなぜか知らないけど7、8回できて、兄はもうその場でやめてましたから
悔しかったんでしょう。そこで面白いぞこれということで、そこからサッカーをし始めて4年生ですね。4年生の終わり頃にサッカーをやり始めて、でキャプテン翼の漫画が始まったんです。まあそれはどうでもいいですね。さて野球をします。今日は野球をする、夕方野球。今からバット振ります。振ります、振りますよ、やりますよ。大谷ですよ。いいでしょ振り方、持ち方、こう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 、これかませる、小指と人差し指かませる、こうこう、これゴルフだ、これゴルフだ、これゴルフだ。野球、あ、金鳴った。こうですよ、野球はこう。たまにこうやって持つ人います、こう。野球知らない人こう。これ違いますよ、これ。これはもうあれですよ、なんだっけこれ、これ剣道です。これ草刈りですよこの距離草刈りですよ。こう、こうですかね。こことここをグリップ、こう内角を攻める場合はここ、こっから離してこう、ね、打ちますよ。これゴルフですよ。いきますよ。死にませんよ、飛びますよ。本気ですよ。栗山監督ですよ。本当ですよ。今日やめましょうか。